立花トーク。どうも、コンセプトマチクナです。どうも、みーちゃんです。どうも、後藤孝弘です。ということでね、立花、はい、トークですね。今日はどんな話しましょう。今日は、まあ、うちのお母さんの、あ、お母さんの話。そう、お母さん、むっちゃ天然でさ、な、うん、あの結構ほんまにふわふわしてて、うん、可愛らしくて、うん、まああの人の名前とか、うん、まあちゃんと覚えようとしはんねんけど、あのまあコンソメパンチ木村と一緒に音楽をやることになったよっていう話をしても、うん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 、何回コンソメパンチ木村っつっても、うん、ずっとハンバーグさんって呼んでる。俺もハンバーグさんって呼んでね、うんうん、まあ最近はね、あのちゃんと覚えはって、ああ覚えてくれた、まあ、天然なお母さんだけど、うんうん、まあ、結構あの箱入り娘やって、昔、ね、そう、あのもう おじいちゃんが陶芸家やから、うんうんうん、そう結構いいねお嬢様な感じやって、うん、すごいこうふわふわしてるけどこだわり強いというか、うん、でなんか昔から、まあ、例えばうちがピアス開ける、ピアス開けたいとか言って、え、うん、まあ若かったらなるやん、なるわな、ピアス開けたいっつったらもう、なんで親からもらった体にそんな穴開けんのっつって、そんなやったらあかん、絶対やめてねっつって、こけたことある、こけたことあるけど、あるそうだよ、その自分でもそんな絶対やめてねっつって、ああ、もうすごいね、その時当時メールやったんやけど、メールの長文よ、本当にママがどんだけ痛い思いしてるんだと思ってんのみたいな、すごいね熱い、まあ、メールが来たんやけど、まあ、やっぱうちもその時若いからさ、まあ、もう無視して開けて自分で、でまあ家でね見てピアス開けてん、おお言うなよそれ、もうやっぱいつかバレるから、で可愛いピアス買って見てっつったら、もう怒られるかなと思ったら、え可愛いそのピアスって言い出すくて、お母さん、あのまあなんやかんや自分のねことを、まあ、認めてくれてるんかなって思ってたんやけど、まあその大学になって原付の免許欲しいなって思って、やっぱ便利やし大学までの距離で、まあ原付の免許取ろうと思うねっつって言ったら、そんなことしたらあかん、あ危ないんだ、うちのお父さんが昔バイク乗ってて、うん、バーンって事故してここめっちゃ縫はったから、もうお母さんは、もうママはバイクの怖さ知ってるから、看護師やからね、バイクで怪我してる人いっぱい見てきたから、美咲にはもうそんな怪我してほしくないし、もうそもそもな乗らんかったら怪我せんわけやから、そうそう、うん、まあでもまあやっぱ同じくピアスと同じくして、うん、もう勝手に原付の免許を取って、あの友達から原付もらって実家も行って、うん、見て原付っつったら、かっこいい、かっこいい、すごいって、あの、ええお母さんだって思った話です。